光も入れる。回復できてる。治療のおかげ。動くやおお、倒せた。よし、スクリーチャーがいなくなってくれたから。使えるんだ。こうやって登っていくんやろう。これ大変じゃない？違ったから登る。これが船じゃん。あいつ打ち食ってるやな。これは船なんだけど、こっちは何？なんかチラッと見て、こっちの方は船かと思ったら、全然違った。はぁ、すごっ。ここに住もう。かっこいいじゃん。これで魚釣りしたい。パーツが入った。いろいろ面白そう。というか、さっきのパーツさ、さっきの島でなんか使うべきだったかもね。前の島で。ちょっと島の反対側になっちゃうけど、行ってみよう。階段、ありました。テッドの科学日記。アマは何かを覚えておきなければ書き留めておきたいというから書くことにする。キャラバンタウンは岩で海の上に浮かんでいる。ちゃんと楽地があって食べるために豚を育てている。豚がいる。その絵も豚いるかな。お、何これ、トイレ。
ハチがいるやん。後で捕まえよう。え、クマがいるってこと？焼いたら。すごいな。楽しそう。飛び道具やん。でもなんで誰もいない？まあ、ノートちゃんと読めばヒントがあるでしょ。すごいなあ。あるやん。おう、イクがいた。よっ、ブレッド&ベーカリー。パン屋？パン屋だった？だ？めっちゃある。あ、バイオフィール。まだ日本語になってない。バイオフィールは使える。行けんのかな。ちょっと迷子になった。来たのか。あ、ミス、ちょっとちゃんと飲みましょうね。全然見てなかった。野菜？小さなコミュニティだったね、ここ。でもどうしたんだろう。元気してるかな。どうしたんだろうね。ファミール、私の手から何かを学んでほしいと思い、この手紙を書いています。私はアフリカの地質対峙をテラフォームする。いろいろある。めっちゃ広い、ここ。みんなからのノート、メモ。もこれインドネシアのイカダの町。イカダの町、面白そう。え、これナビ。お、ハンマー。こうやって下に行く。折れた。え？あ、そういう橋なんだね。下に来ちゃった。え、バイオフュール？熱量？もらったから。おお、気になったね。こっちはまだ大丈夫や。落ちた。ダメ、来ないで。やっぱ狙ってた。おお、暇だよね、あのサメ。すごく暇だと思います、私は。いやー、この3つつなげてさ、板が食われなくなった。おお、そこまで行けるか。こっちに行ってみようか。
やっぱりさ、お、どこから入ってきた。やっぱりさ、鳥が屋根の下で作ると鳥が入ってこないというとこだったけど、全然入ってくる。どこから入ってきた。いや、金属もないんだけど、一応マシェティもう一個作っといた。念のために。朝になりましたので、もっと冒険したいと思います。一応これも持っていこう。これ。え、ご飯ないな。ご飯どうしよう。まあ、あっちでご飯が見つかるように祈っています。えい。あ、サメ？サメがいた。登っていけるかな？お、登っていけそう。なんかあるよ。ナマズデラックス。どういうご飯？お、登れた。天才。天才ではないでしょうか。スクラップ、ロープ、スクラップ。いやー、すごいとこやな、本当に。違う、なんで誰もいない。お、めっちゃご飯。よかった、よかった。これは欲しかった。なんで誰もいないんだろうな、ここ。行けたところはどこ？そこ渡ろうとして落ちた？なんだっけ？上何？え？登っていける？あ、いけるいける。お、登れた。行けたところはどこ？こっち？迷子になっちゃったね。一回入ったとき。何もないよね。こいつすぐ喉乾く。ていうか、あれも見ないじゃん。骸骨、死骸とか。だからみんな選んで移動したんだよね。こっちからやった。登っていった。みんな何があって逃げたんだろう。なんかいる。こっちにいる。豚だ。豚がいる。ほら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 。いいんじゃん。こっちに行けばいいのね。待って、もう一回。あ、ミコ。あ、ミク。何でしょう。爆発性コーナーが必要。あっち行ってみようか。これはさ、これ落ちたら死ぬって感じかな。だってさ、今まだ使
使えるものいっぱい持ってるからね。これは大事、これも大事。これで死んだらやばいから、回復に戻ろう。本当にビビってすいません。一回船に戻るわ。あと食われた。これでよっしゃ、朝になったで。ちょっとご飯がないんだよな。まあいいや、あっちでなんか食い物があるでしょう。で今そんなに大事なもの持ってないから、持ってないよね、持ってないから渡ってみたいと思います。前そこまでたどり着いたけど、あっちから。ふっ、できた。そこ行ったことあると思われます、思います。こっちの方に行きたいよね。 Requires zipline tool。 これ使っ、そうなんだ、縄を使って移動できるのか。どうやって、ブループリントとかあるの。豚がいる。そっか、あれがないとそっちに行けないか。ウィーンってやるやつ、ウィーンって。メモ。変になったからここを去らなければならないと言った。豚が変になった？病気？ママが肉を長持ちするように処理していたから僕らは病気にならなかったのだ。でもヘンリック先生はやがてみんなが病気にかかると言った。アンジェのパパは肉を一切食べなかったのに病気になっている。病気は広がっていて、キャラバンタウンはあまり大きくないから患者を一箇所に集めていても防ぎきれないだろう。豚の病気？俺も病気になるってこと？豚を食べたら。あ、この上行けるでしょ。お、レシピはいらないけど、他のいいものもらったね。病気が発生したらみんな逃げた？でもさ、思うけど、みんなこっからさ、あ、豚がいるね。ラフトとか船乗って違うとこ行くとしたらさ、ずっと船に乗ってないとダメじゃん。船の上の方が病気になりそうじゃない？あ、豚2匹もいる。3匹もいる。隔離できるじゃん。こっちだけ豚にしてとか、豚殺してさ。ねえ、医者探しに出たのか。ちゃんと呼んでないな。私チームに向かうんだ。海は広い。今度はみんなで一緒に行こう。医者探しにみんなこの島出たなら、っめっちゃ落ちた。ならわかるけど、あの、ただ病気防ぐためだったらさ、島に残った方がいいんじゃないかと。めっちゃ暗くなって、どこに行って何をしてるか分からなくなって。明日は料理の日にするか。めっちゃ料理しよう。お、やっぱりさ、あの、じゃがいもだけでスープ作れる。やった。合わせなくてもいいよ。合わせなくてもいいらしい。あのじゃがいもとあれ、ネギ。あれは作れないよね。シューってなるやつ。いや、あれ探さなくちゃ。絶対のどっかにあるでしょ。縄で渡っていけるための。
いや本当に船が食われなくなったね。この上になんかブループリントないかな。もう探検して、 A home among the waves. Good raft towns give us refuge. お、メオ。メオは市長。市長のとこか。このとこはあれがないといけないよね。どうやって手に入るのでしょうか。この中にないのかな。ありそうけどな。用品、スプライのパーツ、どこ？海の方で探しちゃおうか。ダメ。なんか来ないことを。あ、クラップもついでに集めようか。いい。ダメがいるね。あ、なんかありそうけど。ダメが怖いよね。あ、フグが一番怖い。あいつが一番怖い。あいつの毒がやばいからね。てかさっきの粉も気になる。爆発の粉？これ？違う、液体。これ？これだ。爆発性粉が必要だった。これ一応持っとこうか。これも料理できるよね、頭。まあ、料理できるし。カメちゃん来ないで。おお。いや、ありそう。普通にありそう。何でしょうこれ。あ、ここで酸素が。これ沿っていけばいいか。ちょっと待って、何これ。おお、おお、金属もある。めっちゃある。いや、酸素がやばい。酸素、酸素。あ、よかった。俺、また。お、またバカなことしたんだよね、俺。でもさ、酸素切れたらもうアウトだからね。あ、またうざいのが来た。いや、海もいろいろありますね。酸素、酸素。酸素ボトル今入ってないけど、足ひれがあってよかった。これ、沿っていくってことかな。あ、また。酸素が、酸素が、酸素が。体力が減る。酸素がないと。水飲むやばい、暗くなる、暗くなる。ダメだよ、暗くなっちゃう。こっちもあるよね、なんか。おお、いや、もう暗くなってるし、一回戻って酸素ボトルも作ろうか。朝になったみたいで、足のひれと酸素ボトル、ボトルができたので、潜っていきたいと思います。サメ？サメ寄ってくるやん。めっちゃ寄ってくるやん。じゃ、サメにやられた、いきなり。なんなんあいつ、これ使おうか。チリ、癒し。どうしような。まだいいか。やばくなったら使おう。下に行く。めっちゃ深いな、これ。金属。お、なんか達成できた。
いつだけ倒そうか。炭素が欲しいです。炭素くれ。よかったよかった、生きててよかった。自分のことながら、おう、金属装置、火を発揮。これだ、ジップラインのパーツ、これじゃん。金属探知機、探知機、金属探すやつか、すごいじゃん。びっくりさせんな。手に入った手に入った。こっち。これだ。金属探知機。へえ、これやん。プラスチック、スクラップとバッテリーで金属を探す役に立つ。キャベルを持ってこよう。なるほどでござんす。えい。え。すごいじゃん。めっちゃすごいやん。こっちだったね。こっちで何かやらなくちゃいけないよね。お、え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 、なに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 、え、これいけるかな。なんか作れると思ったら爆発させただけ。ロケット。おお、花火。ジップラインのパーツもらった。お、なんかもらった。何これ、花火の作り方。おお、面白そう。トム少佐、宇宙飛行士としての腕はそこそこ。いや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 、あの精度はいいと思うよ。イカダの上で黄色移植することができます。こいつどうする、置いとくだけ、置いとくだけやな。トムさん、いらないんだけど。トムさん怖いよ。よし、次は何をすればいいんでしょうかね。あ、シャベル持っていくんだ。これ、これでも見つけられるの？こうやって。金属だよ。目の前のは金属だよ。近い近い。おお、チキ、チキのかけら、いらんだけど、これだけで試し感じがする。ああ、じゃあ全部揃えなさいってことね。いらんないんだけど。お、花火作れるやん。花火やるか。えい。いくよ。お。花火できるね。皆さんおはようございます。ちょっと悪いけど、ちょっと調べてしまった。
最後のあれのパーツ、あれのパーツですよ。いいがある。あったたたたた、これだ。これに水を入れたら、前にここ覗いたね。水入れたら上がってくるから、これやりましょう。水を入れましょう。おしっこじゃダメかな。このままおしっこして。いいじゃん。水は水。あ、でか。これに水。どこから来る水？ここにおしっこすればいいか。ね。なんで気がつかなかった？お、メモがある。ここちゃんと見てなかったね。メモがありました。僕が引き上げられるとサンジェイはない。大していったぜ。全然プロらしくない。瓦礫があってけどずっと深いところにあって、サンジェイは無事ついてると。ああ、潜ってたね。なるほど。そうやって水がちゃんと届いてるかな。届いてないね。どこで止まってる。持って、もう一回念のため。おっ、ジップラインのパーツ。あと使えないよね。あ、これで、これで やれば。使おう。サンジップラインのパーツ。これで。おーおーおー。何が手に入った？ジップライン？ジップライン。あ、作れる、自分で。自分の。両方手に入ったね。これだ。早速使ってみましょう。先にどうしよう。豚の方に行くか。どうしよう。ちょっと待って、ちょっと待って。先にどこに行こう。やっぱ地上の方に行こう。おお。日が暮れるから急いでやろう。爆弾じゃない。人の家だった。お、帽子。帽子もらった。充電器？充電器。市長の穴の鍵。あ、日が暮れる。やばい。本当だ。リップライン。できた。自分で作れるんだ。ネジとロープと板。充電器まだ作れないね。チタンのインゴット。とっても重い。チタンのインゴットどこで手に入る？いい。楽しい。おお、めっちゃ飛ぶ。鍵が必要なんだよね、これ。市長の鍵。あ、ありゃ。ありゃ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 。鍵を探す。そして、下の手に入る。で、豚で病気になったって言ってるから、病気だわ。見て、捕まえられないのかな。凶暴化したのかな、豚。めっちゃいる。もう病気。どうしよう。ちょっと。
来ないのか。お、来る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 。大丈夫か。凶暴化したのか。お、ペットにできないか。この椅子なんか懐かしい。昔家にあった。オーストラリアの実家に全く同じやつあった。お、いいじゃん。ありがとうございます。あ、そうか。あの、豚に触れたら病気になるから。傷治すためのあれ。豚ね。打ったらどうなる？逃げる？豚肉食べたかったけど。また鍵が必要か。お、これ強いやつやね。ありがたい。やっぱ豚が怖いんだよね。豚は鍵を食ったりはしてないよね。豚は食ってないよね、鍵。お、倒してみようかな。なんか豚は病気だから、攻撃されたらさ、しばらくダメージ受けてそう。ゲームの仕組みとしては。違う、ここに来て何もないんだけど。明らかに病気やな。お、本当だ。切り叩いて、これ全部倒せってこと？お、倒れ、倒した。皮だけもらえるの。豚の中に鍵はないかな。お、豚倒しちゃおうか。ここにあったやん。ちゃんと拾ってなかった俺。鍵が手に入った。じゃあ豚の方に戻るか。豚捕まえようとする、しようか。いや、豚めっちゃ気持ち悪いよね。病気で。あの、かわいい豚のペット欲しかったけど。えい、行きまーす。えい。ただ無駄、ただもったいないだけかもしれないけど、ちょっとやってみたい。おい、この豚野郎、何のがこれ。あ、全然効かない。あ、お、お、お、そこにも行けるんだ。ああ、ああ、じゃあ分かった、豚全部倒すわ。君に決めた。はい、出ました。ありがとうございます皆さん。お、貴重のめっちゃでかい鍵やね。ネギか、あのネギ。メモ、この小屋に取られて3日になる。ひどく気分が悪い。もう私と同じ病人たちを何々ことはできないだろう。囚人たちはそれを分かっている。一人にしてくれて頼んどいた。原因はきっと猿
モネラ、サルモネラだろう。前席からここに繁殖していたのかもしれない。あの豚が衛生的であるはずがなかったのに。インドネシアのイカダの町、これ写真、これでよし、これでいける。あの新しい金属みたいな入ってる。これだこれだ。おお、メモ。お、タンガロア、新しいとこ。じゃあこうやって毎回、なるほど。気が最初全然な、適当に旅しとって、ラジオタワーからここに毎回番号もらってたどり着くんだよね。タンガロア、ここか。お、この辺にあるね。お、あったいらないもの、いらないもの捨てよう。これも壊れそうだから捨てる。あとご飯食べよう。これだ、チタンの宝石、溶かしてチタンのインゴットを作れます。おお、かっこいいじゃん。ずっとルック作ってなかったね今作った。お、できたできた。おー、チタンのインゴット、これを調査すれば。お、充電器、熱量パイプにつなげられます。なるほど、サーキットボードとスクラップとチタンのインゴット、どうやって集める。これあれか、島でもっと探せばあるか。あれが作りたいよ。充電器、ブラップラーはある。で、あとで芋は作らないけど、あれも作りたいよね。プラプラだけじゃなくて、花火作った。充電器とジップライン、まあジップラインあればそれもかっこいいかなと思ったんだけど、先に充電器欲しいね。普通に充電器で、チタンのインゴットは4つが必要だから、皆さん覚えてますか？この下に深く潜ればいろいろ取れそうなものがあったので、あのでもフグも毎回いるから、殺してもフグが出てくるんで、フグとね、前回覚えてますか？私が死んだ理由、フグとサメにやられて、でサメは船の周りからあんまり離れないっていうのが分かったから、船はあっち側にして、この辺は特に注意払いながら潜ってみようと思います。レッツゴー、島の反対側。
ちょうどいいじゃん。ちょうどいいじゃん。あ、ここもいろいろ取れそうけどね。先にこっち、これいろいろ取れたい。やっぱついてきたな、お前。あ、酸素ボトルも今持ってる。が使えるね。これで死ぬかもしれないから、一応これは持っていくけど、これが持っていく。いや、フグは地味に一番怖いよね。一発目でめっちゃ元気なくなる。元気なくなるって、いや、遅くなるよね。神経が鈍る。いる？いる？できるだけ物集めていきましょう。どれぐらいで戻ってくるかな、すぐ。新しいやつ。砂じゃなくて粘土が欲しいんだけどね。あ、もう酸素がいる。でもフグは一応襲ってこないよね、そんなに。さ、海の底あんまり物置いてなかったね。何より粘土が欲しい、粘土が欲しい。粘土ないと料理できないからね。チームの方に行って金属探知機なんちゃらなんちゃらで探そう。海の底にいて粘土は全然入れなかったけど、とりあえず島の方に行って金属探す。これ何？これチタン、チタンのインゴット。板がないとご飯も作れないよね。もう次からも本当に移動してる時にできるだけ板集めないと。粘土がちょっと手に入った、よかった。いろいろ探そうと思って頼む。いやー、手に入ってほしいよね、充電器。反応なし。あれってのか、これ。じゃあまた戻ってくるかもしれない。で、皆さん、ちょっと俺の頭がちょっと鈍くて最初分からなかったけど、毎回こういう、毎回こういう、この点青くね、こういうとこに行くと、毎回そういうとこ行くと次の大きいとこ、島とかに導いてくれる。で、今回はカラバンタウンというところで、で、これもらった。タンガロアという次のところは6762をここに入れれば、次の話が進むところに行けるけど、あんまりにも物集められてなくて、板とか。あんまりないから、この辺ももうちょっと探検しようかなと思って。何より充電器が欲しいよね。だから次の場所はすぐに行かない。
で、もうちょっと物集めよう。小さな島だが、集めるにはいいんじゃない？作れる。やった。ちょっとわからないけど、これもう一回使ってみよう。なんだっけ、金属探知機。おおお、使える。お、あ、使えるじゃん。おお、あ、スクラップばっかりなんだけど、使えた。よかった。よかった。使えた。よかった。まだなんかあるかな。全く反応ない。あとはもうこの島にはもう何もない。じゃあさっきのカラバンパークではもう一切使えないってことかな。皆さん、ちょっとこのこれ何もない島でとりあえずチタンが手に入ったね。これ何もない島に流れ込んで金属探査なんちゃら探知機、金属探知機使ってチタンが手に入った。ほほほほ、チタンチタンチタン、アンダーダシー、素晴らしい。手に入った、溶かしと、かっこいい、かっこいい、いいね、いいね、いろいろ手に入る、これ小さい島。皆さん来たよ。ここじゃない、ここじゃない、これじゃなくてチタンのインゴット6個も集められたので、こういう小さい島に行って、なんだっけ、金属探知機を使っていろいろ見つかるんですよ。スクラップとかで、たまにそのインゴとチタンの塊も見つかるんで、これでやっと作れるよ。充電器もう充電器ないと大変ですよね、今の時代は。はい、これだ。あとスクラップとサーキットボードがあれば作れる。作ったよっしゃ。これ大事だから戻そうね。よっしゃ。おお、これにつなげるのか。エンジンじゃなくてこれにつなげて充電させてくれるのか。じゃあバイオフュールを使ってしまおうか。そして皆さん、燃料、バイオフュール、あ、ガスみたいなのはぼちぼち集めてる。でかいな。両方置くから場所考えなくちゃあかんな。でもこの辺一、あ、ここでいいか。ここでいいか。これで、バイオフュールが必要です。で、燃料を
4つは入る。結構入るね。でこれにバッテリー置くと充電してくれるかな、そういう仕組みかな。これなんて書いてある、まただよね。バッテリー置いて充電してくれるはず。いくよ。お、充電されてる、充電されてる、最高。いや毎回もうバッテリー作れなくてもいい、最高。皆さん次のところが気になるんですよ、タンガロア。次はそこ目指して、でだいぶ物揃ってきたけど、もうちょっと物揃ってから行こうと思ってます。